地点は民家は、かつては民株式会社が全国展開していた居酒屋を主とした日本の外食チェーンストア。下の3文字をとって民地とも略される。数年間経験した社員を店舗のオーナーとして数年間対応する純フランチャイズ方式も採用していた。2010年10月25日の時点で店舗数は211あり、 わたみの店舗ブランドで最多の店舗数だったが、2018年中に、すべての店舗が、三代目トリメロをはじめとした業態や、ブランドの転換により、またみ家ブランドは廃止された。北は、北海道から、南は九州まで、2003年の新展開から7年で200店舗を、超える、店舗展開を見せている。この背景には、わたみや、ご飯、佐野家など、 わたみフードサービスが管理する店舗の中で売り上げが不審な店を建て直していることがある。そのため、決まった内装に固執せず、それぞれの地域や店舗の規模に応じた内装となっている。前述の通り、焼き物を強みとしたメニュー構成になっている。便長炭を用いてじっくり焼いているが、オープン当初は焼き鳥が1本80円という安さであった。当時は、 焼き鳥の盛り合わせも399円という低価格であったため、ネギマに関しては赤字覚悟の提供であったと言われている。居酒屋でおでんを扱う新規制や、焼き鳥の他に、焼きトンをはじめとした創作串など、独創性を求めたメニューもある。開店当初から、カクテルの名前には、こだわりがあり、君の瞳に乾杯や、ありえない、こんなに酔わせて、 どうするのなど笑いを誘うメニューが数多くある。メニュー変更でなくなったものも多いが、2010年12月現在では、山ももももももの牛や、スリムスリムスリムなどがある。また、毎回メニューが変わるたびに新しくなる、タカコシリーズがあり、タカコの吐息や、タカコの毎日、タカコの魅惑などがあった。これは2010年現在でも続いており、本社のタカコさんがモデルとなっている。 カクテルと同様に一般的なメニュー名にもこだわりがあり、若鳥の唐揚げは銀座の残ギとして北海道で唐揚げを意味する残ギの名前で扱っている。ちなみにネーミングは逆さ言葉にしたいためで銀座という土地柄とは何の関連性もない。ほとんどの店がお通しはキャベツであるが、浅漬け用のタレをかけて塩昆布を乗せたものと味噌をつけてピーマンを乗せたものの2種類がある。 外食事業その他の事業ほか、ありがとうございます。